アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き、劇的に変わるのかもしれません。令和4年10月1日、場所は滋賀王子山陸上競技場にて、関西学生アメリカンフットボール6人制の公式戦、京都教育大学対4大学合同チームによる一戦がまもなく行われます。両チームのご紹介いたします。手前側メインスタンド側、カラーのユニフォーム、ネイビーのユニフォームをまとっておりますのが京都教育大学です。奥側に陣取りますのが4大学合同チームになっています。合同しております大学は手塚山大学、京都先端科学大学、大阪経済法科大学、大谷大学の4大学です。本日はこの4大学を合同チームとして使用させていただきます。ご了承よろしくお願いいたします。試合に先立ちまして、まもなく両チームサイドラインに整列いたします。本日こちらの方で撮影させていただきました試合は、通常のアメリカンフットボールの11人制とは異なり6人制のフットボールになっています。基本的な部分は11人制と同一ですが、6人制ゆえの独自ルールがあります。まず試合の更新に必要な攻撃権は4回、これは変わりません。しかし必要な攻撃獲得距離は15ヤードとなります。また、フィールドの長さは通常より若干短めの両翼40ヤード全長80ヤードという状況になります。また本日は会場の都合上ゴールポストがありません。したがってキックによる得点はない形で行われる試合になります。コイントスの結果、京都教育大学キックオフ、合同チームリターンで試合が始まります。なおこの試合は1クォーター6分の正式計時で行われます。両チームによるウォーククライハドルが解けまして、まもなく試合開始となります。京都教育大学のキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーは8番の白石が務めます。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなりました場合は、相手チームに攻撃ボールは移り、合同チーム自陣20ヤードからの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れるまでを1回通し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で攻撃権更新距離、この場合は15ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは合同チームファーストダウン15、さあまずは中央へのランプレーを展開しました。託されましたキャリア11番、密集点がつきまして約4ヤードのゲインとしています。キャリア11番は木村、大阪経済法科大学出身のランニングバックです。これにより約4ヤードゲインを果たし、次は合同チームセカンドダウン11、2回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離11ヤードの状況に挑みます。さあ今度はランニングバックにトスをしました。
トスを受けたランニングバック6番、タックル受けながら右サイドライン際走り上がり、約5ヤードのゲインとしています。キャリア6番は上本、京都先端科学大学のプレイヤーです。さあ、これにより合同チーム残り距離5ヤード、3回目の攻撃、サードダウンに入ります。合同チームサードダウン5、さあ再び6番に託します。タッチダウン、ランニングバック6番、ハンドオフを託され左オフタックルを独走、相手ディフェンスを振りほどき、そのままサイドラインに駆け上がり、一気にエンドゾーンに入りました。タッチダウン、合同チームまずタッチダウンの6点を取りました。そしてこの後タッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに挑みます。6人制の場合はエンドゾーンにボールを持ち込むとトライフォーポイントは1点となります。これは京都教育大学ナイスディフェンス。合同チームの中央のランプレー、キャリア11番のランプレーを見事にタックルし、これを阻止しました。合同チーム6点、京都教育大学0点となります。しかし合同チームまず先制点を挙げることに成功しました。タッチダウンを決めましたのは合同チーム6番、上本、京都先端科学大学出身のプレイヤーです。さあ、そして試合は合同チームのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。そのキックオフは合同チームの57番の選手が務めます。さあ、そのキックはオンサイド気味のチープキックでしたが、これは京都教育大学が抑えました。したがって京都教育大学の攻撃となります。キックオフのボールはキック開始地点から10ヤードを超えればどちらが取っても構いません。今のは合同チーム自らボールを確保するかのようなキックでしたが、しかしこれは京都教育大学を阻止しました。さあ、従いまして京都教育大学反撃になります。自陣38ヤードからのファーストダウン15の攻撃に入ります。まず中央へのプレー、キャリア0番、ハンドオフを託され中央突破し、約9ヤードのゲインとしています。キャリア0番は竹村、失礼しました、ゲインは約5ヤードでした。京都教育大学セカンドダウン11、再び中央へのランプレー、ナイスラン、ファーストダウン、キャリア0番見事なスピードで一気に攻撃権更新としました。京都教育大学ファーストダウン、見事なラン続けているキャリア0番は竹村です。さあ、これにより京都教育大学相手陣に入りまして、相手陣25ヤードからファーストダウン15となります。1回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離15ヤード。このパスは不成功。クォーターバックをここで開始地点から後方より1回だけ許されている前パスを投じました。ターゲットは17番、しかしわずかにパスが短く、パス不成功に終わっています。前パス失敗ですと攻撃は1つ失い、元の地点から次の攻撃という形になります。したがって京都教育大学セカンドダウン15、ボールオン相手陣25ヤード。
タッチダウン。ここで京都教育大学ランニーバック0番にボールを託しました。これを受けました0番そのまま一気にエンドゾーン駆け上がりタッチダウン。京都教育大学6点獲得。見事タッチダウンを決めましたのは京都教育大学0番木村です。そして京都教育大学トライ4ポイント。スナップミス、結果的に6点止まりとなりました。京都教育大学6点、合同チーム6点、しかしこれにより同点となりました。さあそして試合は京都教育大学のキックオフで再開という形になります。キックオフキッカー京都教育大学は0番先ほどから好調なランプで決めている竹村が務めます。合同チームリターンに入りますが、これを京都教育大学見事にタックル。触れてしまったボールなんとか合同チーム24番が返そうとしましたが、これは京都教育大学77番が見事なタックルをしまして、自陣深い位置での攻撃権開始という形に追い込みました。素晴らしい判断でカバーをしましたのは京都教育大学77番の石原です。さあ自陣深い位置、自陣4ヤードからの攻撃となります。合同チームファーストダウン15。まずランニー枠11番に託しました。トスを受けた11番左オープン突破しようとしましたが、しかしゲインは約1ヤードに終わっています。キャリア11番は木村、大阪経済法科大学のプレイヤーです。合同チーム自陣4ヤードからセカンドダウン14。2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は14ヤード。さあ中央突破を図ります。これをランニングバック6番に託しましたが、しかしこれは京都教育大学を読んでいたが、ほとんどランプによるこのランによるゲインはありません。ノーゲインにより合同チームをサードダウンに追い込みます。合同チーム厳しい状況、自陣4ヤードからサードダウン14。3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、残り距離14ヤード。パスは不成功。ここでクォーターバック4番ランニングバックに託そうとしましたが、合同チームへミスコミュニケーションが発生。なんとか前パスを投げ捨てる形でこの攻撃を喪失する形で終わらせました。結果的に攻撃権は4回目のフォースダウン、最後の攻撃権になります。合同チームフォースダウン14、フォーメーションを変えます。パントフォーメーション、
ハンドはキックによる攻撃放棄のプレーです。スラップベースセーフティー。ここでパントチームスナップミスによってボールがジャックルしました。パンター57番なんとか抑えましたが、しかしエンドゾーン内で倒され自殺点セーフティーとなります。これによって京都教育大学 に2点が入りまして、京都教育大学8点、合同チーム6点となります。しかも自殺点の場合は自殺点をされた側の合同チームのキックオフにより試合再開となります。先ほどセーフティー自殺点を献上しました合同チーム、挽回図りたくこのキックオフにかけます。キックオフキッカーは57番の大谷大学の出身のプレイヤーが務めます。さあここでもオンサイド気味のゴールキックだが、取りに行った、どうだ、プレッシャーありながら京都教育大学17番見事にキャッチし攻撃権確保しました。京都教育大学ハーフウェイからのファーストダウン、失礼しました、ファーストダウン15の状況に入ります。さあまずランニングバック0番に託します。中央突破を図りますが、これは合同チーム6番が見事に、68番が見事に反応しゲイン1ヤードに止めました。素晴らしい反応をしましたのは合同チーム68番の山田、京都先端科学大学のプレイヤーです。京都教育大学相手陣39ヤードからセカンドダウン14、さあそれを突破します。京都教育大学キャリア0番、素晴らしいスピードで中央突破、約12ヤードのゲインとしています。キャリア0番は竹村、失礼しました、サードダウン3に訂正します。京都教育大学相手陣28ヤードからサードダウン3、ここでホイッスル、先ほどのプレー何らかの反則があったかと思われましたが、しかしこのプレーによる反則はありませんでした。しかしプレー開始前でありましたため、先ほどのプレーそのものが無効となりサードダウン3の状況になります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして京都教育大学8点、合同チーム6点、これより攻守方向を入れ替えまして第2クォーターに移ります。